今ね、かなり話題になってるんですけども、日本銀行が北野武さんと、この堀江貴文さんをね、対談の中で、ビートたけしさんの発言に対して、まあ、ものすごく義があるということで、あのそのビートたけしさんを提訴してるっていうね、そんなニュースがあるわけなんですよ。 今開いてるのがグーニュースというもので、読売新聞オンラインからのバスになってます。でも、画面はニュースピックスですよね。さあ、皆さん、このニュースご存知でしたか日本銀行がですよ、ビートたけしさんを訴えているということなんですけども、まあこれがね、詐欺記事なんですよ。完全なる詐欺記事です。えどういう詐欺かっていうと、ここからですね、 なんと、不正な投資に視聴者さんを誘導するという、そういう動線です。まあ、あのびっくりしますよね、この画像とタイトルで、え北野武さん、訴えられちゃったのなんで日銀がっていうふうに思うじゃないですか。で、まず、注目をかけておいて、記事をこうやって読むとね、それっぽい記事が書いてあるんですよ。誰が書いたのか分かんないですけども。 このスキャンダルは生放送中に北野武さんが謝って番組で秘密を暴露したことから勃発した。しかし番組はすぐに中止するよう求める日本銀行からの電話によって中断された。この番組が日銀から電話がかかってきて中断したっていうことなんですよ。そんな事実はありませんからね。で、削除された全銀行が恐れる北野武さんのインタビューで書いてるでしょこれね、ビート武さんが何を暴露したという嘘があるかっていうと、 これ全部記事はインチキですよ。えビートたけしさん、これだけは言っておきます。金持ちになるために働く必要は全くありません。つまり、この考えに気づきさえすれば、自分自身とお金をもっと簡単につなげることができるんです。ビートたけしさんがこんな喋り方しませんよね。はい、次です。堀江隆文さん、あなたはすでに裕福で有名だからそう簡単に言えるんです。 ですが家族を食べさせるために毎日苦しい労働をしている他の人たちはどうですか知っていますかいずれにしてもお金いくらでも足りないんですって堀江さんがこんな喋り方でこんな内容のことをね言うわけないじゃないですかって普段からビートたけしさんや堀江さんがどんなことを言ってるかどんな口ぶりで話すかってことを知っているファンのことだったら一発でおかしいよねって思うはずなんですよでね次にビートたけしさんがアップになっていてこういうふうに言ってるんですよ つまり誰でもお金を稼げる方法があるってことですか、信じられませんというふうに堀江さんが聞いて、北野武さんが信じられないんでしたら、あなたが間違っていることを証明してあげましょう、3万9750円を出してください、それを使ってたった12から15週間で1億にしてあげますよ、このプラットフォームでねっていうことで、このプラットフォームに誘導してるんですよ、ね。で、堀江さんもこのプラットフォームの音喋ってるし、で、再度このリンクをね、つけて、繰り返し繰り返しやってるんですよ。 でまた出てくるでしょ。とにかくここにお金を投じればお金が増えますよってことを繰り返し繰り返し言ってて、日銀がどういうふうに訴えたかなんて、全然出てこないわけですよ。はいね。結構、これは悪質ですよ。あとは先ほどのリンク先のものがどうなったかっていうふうな、日を追うごとの架空記事が書いてますね。はい、5万52万は11週間で1億円になっていたとかね。 ほら、ここでさらにこういうの出てくるでしょね無料招待は126人あとありますよ、みたいな。それっぽいですよね、これね。この辺もだから、この辺はね、コピー記事ですよね。うん。こんな細かい作り込みよくしましたよね。うん。で、ここをクリックすると、何らかのログが残ると思いますんで、私のアカウントからクリックすることはありません。すみません、見せられません。はい。 ただ、この記事のリンクは概要欄につけておきますので、勇気のある人は勝手に見に行ってください。<laughs> まあ、こういう詐欺記事がね、Facebook ですとか、あとこういうふうな、なんだかよくわかんないところから飛んでくるわけですよ。ね、それっぽいでしょじゃあ、これで検索かけてみてくださいと。ね、どうなるか。はい、あありましたね。 おたくま経済新聞、ニセグーニュースの日本銀行があってありますね。ちょ、これ、X の投稿ですけども、見てみましょうか。はい。嘘記事がまだ出回ってるので、各に調査した時の記事置いときます、だって。結論、怪しい外国人から電話がかかってきてめんどくさくなる。ああ、なるほどね。これこれ、今私が見ていたのは同じ,同じですね。 はい。ということでございます。ご用心。